皆さんこんにちは。ゆっくりマリサだせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さあ今回でいよいよ機内統一だ。うむ、ここまで来たか。もはや行く手を遮る大名はいないぜ。さようであるな。では早速北畠家を滅ぼし近畿制圧の呪しとするぜ。てなわけで今回もザキカキがガンガン行っちゃうよ。さてお次は足利家だ。室町幕府もこれで終わりよ。ではこれより足利家を討伐する。それでは参る。いざ、二条。ただいま、絶賛野戦中だぜ。ふん、二条城へ逃げおせたか。では後を追うか。よいにござる。よし、籠城戦を開始するぜ。籠城一部隊の皆さん、こなしゃす。次で終わりだな。さようであるな。これで我らの勝ちだ。しかし増量一部隊は使えるな。まったくだぜ。それでは武将紹介、行ってみるか。さーて、誰があるかな。まずは細川忠興。細川藤孝の長男、はじめ信長の嫡男、信忠に仕える。本能寺の変後は秀吉に仕え小田原征伐でも活躍する。秀吉の死後、家康に接近、関ヶ原の戦いでは東軍に、そして肥後細川家の基礎を築いたという武将だ。利休七哲の一人なのに苛烈な性格だったんだって。ってなわけで東洋。次なるは小西行長。商人として取引してた浮田直家に気に入られ家臣に、そして直家の使者で秀吉に接見、その際を気に入られ家臣に。水軍式に竹朝鮮出兵にも参陣、着実に武功を上げていく。だが関ヶ原の戦いで敗れ最後は斬首されたという武将だ。キリシタンだったから切腹を拒否したんだって。ってなわけで東洋。これで足利家も滅亡だ。足利家も他愛なし。さて次はいよいよ松永家だ。平雲、ワクワクテカテカ。ではこれより松永家を討伐する。それでは参る。いざ、シギさん。ただいま、絶賛野戦中だぜ。久秀よ、今参るぞ。むむむ、一戦も交えずに逃げるとは。まあよい、籠城戦とて同じことよ。さようであるな。ではまた特攻を決めるかな。増量1ミサイルを食らえ。よしよし、これで我らの勝利だ。待ってたぜー、この時をよう。風伝説、ぶっこみのザキカキ。それでは武将紹介、行ってみるか。いやいや、その前に平雲でしょ。あれ、何このセリフ、もしや。どうやら捕まえないとダメっぽい。はぁ、なんでだよ。使用です。出たな、久しぶりの使用野郎。ハードラックとダンスっちまったんだよ。改めてぶっこみのタク、おっさんがいるぞ。では気を取り直して武将紹介、行ってみるか。さーて、誰があるかな。まずは高山重友。別名はウコン。はじめ松永久秀に従うが荒木村重の与力に。その後は信長、秀吉に仕えるがバテレン追放令で苦しむ。最後は国外追放、病没したという武将だ。まさに殉教だね。ってなわけで東洋。次なるは高山智輝。
右近の父、松永久秀が大和に侵攻、落城後その城主となる。その後、宣教師の話に感銘を受け右近ともども洗礼を受ける。そして宣教師らの不況を保護、ほどなくして荒木村重が謀反。これに同調するも敗北、越前へ追放されたという武将だ。越前では柴田勝家から客将として扱われたそうな。てなわけで東洋。これで松永家も滅亡だ。平蜘蛛王。諦めろん。よし、続いて鈴木家だ。御意にござる。ではこれより鈴木家を討伐する。それでは参る。いざ、最下寺。ただいま、絶賛籠城戦中だぜ。また増量一部隊がぶっ込むぜ。それにしてもなかなか防御度が高いな。信長を手こずらせるだけのことはあるね。もうちょいもうちょい。これで終わりだぜ。うむ、我らの勝利だ。お見事にござる。それでは武将紹介、行ってみるか。さて、誰があるかな。まずは堀内氏義。熊野新宮別当職で新宮城主。北畠信勝と長島城を巡り争う。これが縁で信長に仕える。信長死後、秀吉が奇襲に侵攻。これに降伏しその後は秀吉の家臣に、熊野水軍を率いて活躍。関ヶ原の戦いで西軍に属し敗北、改易されたという武将だ。全国版では紀伊の大名だったのにね。てなわけで東洋。次なるは鈴木重秀。雑賀衆の有力者、通称は孫一、父は定優と言われている。石山合戦で鉄砲衆を率いて本願寺に加担。だが本願寺は降伏。やがて内部で対立、本能寺の変を、行方をくらましている。その後、鉄砲頭の一人として秀吉に仕えたという武将だ。この人といえば烈風伝の三段突撃だよねー。てなわけで東洋。これで鈴木家も滅亡だ。鈴木家も他愛なし。さあまだまだ行くぜ。次は三好家だ。三好を滅ぼし崎垣が天下の正室を収めてくれる。ではこれより三好家を討伐する。それでは参る。いざ、洲本。ただいま、絶賛野戦中だぜ。義継殿、お覚悟召されー。逃げたか。これが鬼祖豪の息子とはな。是非もないわ。ではまた例によってぶっ込むぜ。異彩承知。速攻だったな。さようであるな。それでは武将紹介、行ってみるか。さて、誰があるかな。まずは三好康長。三好長慶の叔父、三好一族の中でも重要な役割を果たす。包囲網の信長と何度も戦うが降伏、名物、三日月を献上。そして四国攻略を任され多くの武将を信長方に引き込む。本能寺の変後は秀吉に従ったという武将だ。秀吉の甥、後の秀次を養子にしたんだよね。三好康長に塩賜る。
次なるは新海左捏な。代々、阿波細川氏の家臣だったが三好実久が主君を殺害。その後、実久の娘をメトリーゴは三好家に仕えることに。しかし長宗我部元親の阿波信仰に降伏、家臣となる。そして三人氏活躍するも元親に謀殺されたという武将だ。その時の結婚が上六寺の地天上、として現存するそうな。ってなわけで東洋。これで三好家も滅亡だ。三好家も他愛なし。それでは勢力図を見てみよう。これで機内統一、天下の性質を収めたわい。しかしまだ気になる大名がいるぜ。一応、確認しておくかな。まずは長宗我部家だ。元近か、もはや切り取り勝手とはいかぬぞ。その上には赤松家。さらにその上には山名家だ。少子千万、すぐにでも滅ぼせるわ。その隣は毛利家が迫っている。毛利か、戦で会うのを楽しみにしておるぞよ。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次は中国が先か四国が先か、次回もこうご期待。それではご視聴。ありがとうございました。